kiss me, baby. We can evolve me. もうしてある。そう、あんまおべ。そうだね。はーい。うん、リハーサルなので。いきますよ。ブルブルな時の愛を語る口に売り、いつも歌声なの。チューニングタイムを明るい照明で。どうもこんばんは、はじめまして、おかっぱみゆきとシネマズです。よろしくお願いします。また戻ってきました。チューニングできました。ねえ、暑いね。あ、そうですか、やりますか。わからないことができると、はじめまして、お客様が9割と思います。今から4曲やりますので、
松と言います。よろしくお願いします。我々の、ライブ、いつも絶対言うことなんですけれど、注意事項が一つあります。写真撮影、動画撮影してください。よろしくお願いします。私たちスタッフがいなくて、2人だけで活動してますので、ね、ブログとかね、ツイッターとかね、あとかで、ライブしてきましたってあげるときに写真がないと非常に寂しい感じになってしまうので、ぜひこぞって皆さん、ライブとかで直で見なくても大丈夫なんで、ディスプレイ越しにパシャパシャ撮っていただければ、はい、の録音とか録画とかも大丈夫でございますので、ぜひ撮ってください。よろしくお願いします。はぁ、なんかちょっとさ、今日私さ、あんまり今日喋れなくて、そう、なんか喋りの調子が悪くて、なんでかなと思ってさ、思ってるんだけど、多分ね、今日このお店に入ってきた時に、ブッキングマネージャーのね、フリーさんに言ったんだけど、最近ちょっとね、生活が目まぐるしくいろいろ変わりまして、そう、うん、え、そうなの、うん、彼氏と別れまして、そう、あ、まあまあね、そう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 、でね、一緒に住んでたんですけどね、それも一人暮らしに変わりまして、なんかね、ちょっとね、調子が変なので、 MC を全部シェード君に任せたいと思います。絶対無理だこれ。どうぞ。はじめまして、おかっぱミルトシネマズです。待って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 、今のシェード君やります。はじめまして、おかっぱミルトシネマズです。違うやん、はじめまして。ちょっとやってみ。いや、いいわ。え、なに、ちょっと元気に言ってみて。じゃあちょっと私真似しなくていいから。今元気に言ったつもりだったんだけどね。あ、そうなの。そうです、ケイド君の中の元気だったんだ。そうなんだ。ちょっとでもね、ほら、ライブも始まったばっかりで、すぐの MC だから、まだ多分エンジンかかってないだけだと思うんですよ。いや、多分2回目の MC はもっとね、来ると思いますので、やめてもらっていいですか、それ。そう、楽しみにしてるね。やめてもらっていいですか。後で喧嘩するやつだこれ。はい、次の曲行きたいと思います。でもね、シェード君あんまり怒らないから多分きっと大丈夫。次の曲はバラードです。YouTube にちょっと曲が上がっているんですけれど、心をつなぐものっていう曲をやります。今日ね、 CD 持ってきてるんですが、私がサッカーボール蹴れないっていうジャケットに入ってます。ボール蹴れてないジャケットがあったらそれに入ってますので、気になったらぜひ見てみてください。手取って見てたら、あ、もう買うっていうことだなと把握するので、よろしくお願いします。 OK、 はい、心をつなぐもの。どんなに離れてもあなたの心を繋ぐもの。
と心をつなぐのぶりということでした。そう、この曲 YouTube に最近もまた上げたんですけど、そう、私がお家で一人で植木鉢の前で歌ってるやつと、あと映画の主題歌になったので、その予告編のやつがあります。気になった方はぜひ見てください。そして次の曲も YouTube に PV が上がってるんですけど、それは私が、白衣を着て歌ってます。あの白衣って言ってもね、あの白衣の天使の方じゃなくて、何それ、ナースお注射しますよみたいな感じじゃなくて、そう、薬剤師さんの方の白衣なんですけど、シェード君はバイトがあって PV には出てません。出てないです。そう、来なかったよね。そうなんだよ。次の曲は紙風船っていう曲なんですけど、今日は昔ね、子供の頃薬局行くとさ、お薬もらいに行くとさ、紙風船もらったよっていうことある方いらっしゃいます？いた !1 万人どうしよう1万人いましたね、今ね。そう、それをね、題材に、モチーフに作った曲です。そう、私が小さい頃、病院ちゃうわ、薬局に行って、そう、大人になってからも行って、で、最終的にね、私の母がね、2010年に癌で亡くなったんですけど、最後は、在宅で治療していたんですけど、結構長い目に。で、その時に、まあ、薬剤師さんがお家にお薬を届けてくれたりとか、結構実話に基づいて歌詞を書いてみました。聞いてください、紙風船。熱を出したりすると、お母さんにおんぶされて通った薬屋さん、いきなり間違えてもらった、具合の悪い私をそっと励ますよ。
すげえ苦手なんですよね、俺ね、なんて初めましての人がほとんどだと思うんですけど、名前、おかっぱみゆきっていう名前だけ覚えて帰ってくれればそれで大丈夫です。終わり終わった。そう、今ね、シェイド君も言ってましたけど、おかっぱみゆきとシネマズっていう名前で活動してるんですけど、彼はシネマズさんではないんです。シェイド君、もともと2人でシネマズっていうバンドをやっていて、で、バックにね、サポートミュージシャンもつけてやってたんですけど、で、それでシネマズだったんですけど、おかっぱみゆきっていうね、名前ばっかり覚えられるものですから、シネマズって全然覚えられないから、じゃあおかっぱみゆきと外に出してみようっていう話になりまして、シネマズからで、なんでおかっぱみゆきとシネマズになったんですけど、そう、前ね、来た時は、ここに来た時4人でこのジャケット着て演奏したんですけど、そうするとみんな分かってくれるんです、おかっぱみゆきとシネマズみたいな感じで。けど2人の時はおかっぱみゆきと、あ、シネマズさんどうもお疲れ様ですみたいな感じでよく言われてて、そう、別にね、シネマズさん否定しなくなりました。あ、どうもシネマズですって最近受け入れるようになってきまして。その通りですね。シネマズ 1なんで。どういうこと？2はどこ？こっち？サポートの人たち。あ、今日はいないけど、サポートの人たちが、もう本当申し訳ないけど、1,2,3,4 になってくるっていう感じですね。はい、どうもありがとうございました。シェイヤさんの MC でございました。はい、本当はすごい面白いやつなんで、ぜひこのライブ終わったらぜひ話してみてください。サラダバーの話って何とか、シマット川の話してとか言うとすごい面白い話してくれると思います。そうね、むちゃぶっといたから、聞かないでください。さあ、次で最後の曲を歌います。 OK 次は、バラの続きでしたけど、明るい曲を言ってみたいと思います。次の曲ね、私ね、結構ね、最近の自分の生活にちょっとね、リンクしてる歌詞だなと思っていて、次の曲
は唇に歌声をっていう曲なんですけど、2番の歌詞に本当に大切だと思っている誰かを大切にするには自分も大切にできるような強さが必要と知ったよっていう歌詞があるんですけど、まあ最近私彼氏と別れましたもので、それがねすごいねグサグサ刺さるわけですね。それもまあ刺さってる感じをお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。あの私は元気ですので、あの独身生活を謳歌します。よろしくお願いします。そんなおかっぱみゆきとシネマズですが、最後の曲いきたいと思います。いいですか。唇に歌声を。ブルー